演舞開演。どうも、本日はこちらアサヒティーコーヒーブラック&煎茶を飲みたいと思います。ちょっと前にほうじ茶って出ましたけど、今度は煎茶なんですね。ほうじ茶とはどんな風に違うんでしょうか。まあ早速飲んでみたいと思います。香りは普通にと思ったらちょっとお茶の香りしますね。本当にまさかって感じですね、この味。ベースはあくまでコーヒーで苦めの大人の味わいの飲み物でした。そこにほんのり煎茶の香りが入っていますね。ただ煎茶は香りを楽しむために入っているような感じで、煎茶がもっと楽しみたいっていう方にはやっぱり煎茶を飲んだ方がいいですね。よく言えばいいとこ取り、悪く言えばどっちつかずなコーヒーでしたが、自分は好きですね。苦いコーヒーがいいので。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。